チェンジの時ガンサバイバーストーリーおはようございます八木崎ですガンは日本人の2人に1人がかかると言われる身近な病気ですこの番組ではガンと戦う皆さんと共に今と未来について考えますガンと向き合う中で気持ちを前向きに変えることができた瞬間チェンジの時についてお話を伺います この番組は小野薬品工業と日本対岸協会の提供でお送りいたしますゲストの方をご紹介しましょう落岡の三遊亭円楽さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いしますよく焼けてらっしゃいますねうん、これねガングロなんですよ <laughs> 女子高生のいうガングロ<そう> <laughs> 何焼けですかいや、普通に色素沈着と同時にゴルフ焼け、はい、あ、それですね でも夏はほとんどやってませんでしたけどね。あ、そうですか。すごくスポーティーな。他のことで死んじゃうからね。夏やってるとね。いろいろ気をつけなきゃいけないんですけれども、はい、まあ皆さんよくご存知だと思うんですが、うん、円楽さんのプロフィールを簡単にご紹介します。ありがと三遊亭円楽さんは千九百五十年東京都のご出身です。千九百七十年五代目円楽に入門。二十七歳の時に商店の大喜利レギュラーメンバーに抜擢され、八十一年には新内昇進。 テレビラジオに数多く出演されながら本業の落語を愛し続け現在は精力的に独演会も催しまた各種団体自治体からの講演依頼も多く現代日本が抱える諸問題人間関係の再生心の健康増進について笑いを基軸に楽しく説く活動も続けていらっしゃいます。 笑いを基軸にっていうのがいいですね。うん、やっぱりこれが中心ですからね、自分のバックボーンだから。はい それにしても焦点だけでも40年どころじゃないですよね 40? 何年 <laughs> 50年近いんですかねそうですね、うん、ああよくもあんなに大喜利が次から次に思い浮かびますね、うん、まあまあ編集されますからね <laughs>、うん、何言っても大丈夫だと思って安心してやってますけどね <laughs>、うん、はい。まあそんな円楽さんなんですが2018年に肺がんであることを告げられます、うん、もともと体力や健康には自信を持っていた方ですかそうですね毎日のように東京へ 羽田に通いね、地方公園ばっかりでね。一年のうち、まともな休みとんのが夏休みと。誕生日の周辺と、から年末。だから、六十日ぐらいしか休まないから、三百日ぐらい。仕事してたんですよ、はい。地震はあった、体力に。うん。そんな中、どのようにして肺がんが見つかったんですか。あのね、夏になるとね、人間とか入ってんですよ。長年持ってたのが。 えー、純日症の先週良性なんですけども、はい、これも人間ドックで3日って45年ほっといたのかな、はい、いたずらされるといけないからじゃあご紹介しますからってお医者さん紹介してくれて大学病院入って手術するについてはいろんな検査を頭のてっぺんからやってそしたら呼吸器の先生がね、はい、ちょっと気になる影があるんでいろいろデータいただいてますけど去年なかった影なんで、えー、見させてもらいますかっていうんで。 で、気管内視鏡を検査して、病理検査したら、肺がんですよって言われて。ご自身からすると、本当にびっくりっていう感じですか。うん、がんってやつね。うん。<laughs> うん。 あの、周りの方もでも実は肺がんの方が大勢いらっしゃって。肺がん一番多いからね。あ,あ、日本人もそうなんですよね。うん、死因が一番多いとされているのが肺がんなんですけれども。うんうん、見つかった時の肺がんは小さかったんですか。そうね、大きさはそれほどではない。はい。うん、ステージで後で聞いたらば、2から3の上。ぐらいで。ああうん、ただちょっと転移がありそうなんで。手術でやりましょうってことに決まるんですけどね。うん 後にその嫉妬してくれた先生がタバコではないですと<う>あの先生方わかるのね何が原因か、はい、ねタバコではないですでこれストレスだと思って落語のストレスそれからその年にほら歌丸師匠死んだでしょう、はい、ねだからそういうこともあっていろんなことがね溜まっててね うん、結局急にポンと出たんだと思うね。タバコって言われるとどっか納得できるところもありますがそうなタバコならね,ねそう、うん、長年吸ってるからまあその前にずっと5年ぐらいやめてんだけど「タバコじゃないですね」って言われた時に「へえ」っていうイメージがみんな持ってるでしょ私も持ってたの、はい、ただ一つだけね自分ですげえなと思うのは「肺がんです」って言われてもね死ぬと思わないのよ。へ しゃべる商売でそれこそ講演やなんかやってて健康講演会とかやるんだからいろんなことを病気とかそういう免疫とか調べてるで自分のバックボーンにしてるんだけどでガンで死ぬっていうことは思ってなかったっけ親父も死にじいさんも死に兄貴も死んでんのに自分は死ぬって書かなかったの。そそれれれはでですかかかかねただああそうななのかっててて受け入れるししいからそれで先生方が相談してくれて で手術にしましょうで手術をしてくれるこれね本当にねネタにしてるんだけどね宇多丸医師がなくなって肺がんが発見されるのが宇多丸の十九日なのだいたいねそれで手術の日程が決まるのが百0日,日なのん呼びに来てんだねあのジジイね時々時々んなんそう言われるとそんな気がしますね 楽ちゃんおいでよ、面白いよ、こっちのが。確かに、向こうのが面白そうだよ。名人上手いっぱいいるんだもん。いや、そうですね。俺の周り、下手くそばっかりだもん。いやいや。まこっちも、あっちも、両方楽しそうな感じは。あの、かも向こう行くとさ。向こう行くと、みんな偉いから、前座からやんなきゃいけないからね。そうですね。いやだよ、もう。ちの先代の面倒見の、やだよ。皆さん、ね、いい人だと思ってるでしょう、先代の、円楽を。あんな理不尽な人。 いなかったんだ。えそうですか。二玉、うん、の師匠はよっぽど優しかったよ <laughs> あ。<laughs> さあ、その肺がんなんですけれども、うん、どうですか。でもその受け入れたとは言いつつ、うん、ちょっと不安になったりとか、やっぱりなんか死ぬかもしれないなみたいな。死ぬは全然考えない。あないんですね。僕はね、死ぬっていうのはね、一つは寿命だと思ってるから。はい、俺にはまだ寿命があるなと思ってた。だ、そうでしょう。ね、悲しい思い、戦争で死んじゃったり、ね。 いろんなことに巻き込まれて、で、その死んだ時が寿命だと思ったうん。で、今医学が進歩しているし、薬もいいものがあるから。まだまだ。生きてられるなと思ったから。だから、まだ寿命ではないと思った。死なないと思った。うん、そういう意味で、こう医学を割と、こう信じれた。もちろん。そうなんですね。んうん。それは事前に、こうある程度知識があったりとか。そうですね。いろんな先生方とね、ブレーンストーミングしたり。うんえー、健康祭りでもって、いろんな。 えー、お医者さんの話聞いたりから、えー、自分でも本を読んだり、はい、グ,グったりいろんなことしてるからそういう意味では楽さんすごく最先端医療と言われるような治療を受けられたような、うん、印象を受けるんですけれどもそうそう嫉妬してくれる先生がね、はい、ついてますねっていうのを何、はい、でいったらね「あのー、ダ・ヴィンチ」でやりますロボット手術、はい、でこれが今年の4月から保険適用になったんですよ ね、だからついてますねって言うから先生ねがんにならない方がついてるんだけど <laughs> <laughs> 先生もああそうですですだけどね <laughs> そのダあのほらあの機械の中へ入って 3D でもって、はい、そでその病巣をその遠隔でもって手術しておけ、はい、画面見ながら遠隔で今,今もう穴はほとんど分かんないぐらい<ー>右の上位を取ってるんだけど、はい、そう6箇所穴開けて。 で七箇所目の穴がいっぱい出してくる最先端医療で傷口が小さくて、まあ体の負担が少なかったのも良かったところなんですかね。驚いたね。一週間でね。それ退院した次の日ね、あの横浜のにぎわい座ってとこでね、独演会だったの。あ、それ出られたんですか。キャンセルしないで三席やったの。ええ。ね。二時間近く。はい。でそれ先生あの記事で見たのね。はい。新聞記事で。 そしたら先生があの無茶ですよ <laughs> あのリハビリしてくださいって言ったけど、はい、ね日常生活が最高のリハビリなんだ<ー>そんないきなり三席で二 <laughs> 時間も喋ってね <laughs> 痛かったでしょって痛くなかったですただ声がね、うん、<ー>少しかすれてるってのは1週間喋ってないし、はい、それから、うん、声帯も筋肉だから衰えてるしそれから吐い取ってるからブレスがかわったただね 新発見落語ってブレスなんだって<ー>ブレスが変わったっけ歌で言うとね、はい、そのブレスのポイントがそうするとここゆっくり喋ってなかったところたたき畳み込めないからゆっくり喋るわけああ味っていうのは年取ってじゃなくて病気でも味が出るもんだなって。はあ そんなところ変なところ病気に感謝し,したねでもそういう意味では本当に順調に手術受けられて、うん、ただね術後補助的化学療法というので、えー、抗がん剤治療したわけですよ、はい、それでお医者さんともいろいろ話しするんだけど手術をしてその手術だけで治った場合は根治・完治・うん、幹、えー、解と言えるんですがやはり化学療法をした場合には根治・完治とは言えません でそのつ両方が続いていくかどこまでお体が持つかという話ですよということを言われてーーあなるほどなつまりこの病気はしょうがないお薬と先生方の見立てでもって、えー、続けていくどこまで、えー、この病気と付き合っていけるかなという勝負だから、はい、だから気の持ちようとそれからお薬と、はいえー、治療してると、うん、正直言って えー、辛い日があるの倦怠感吐き気、うんうん、でもその日休めなかったらその講座だけ40分なら40分頑張って、うん、あと楽屋でちょっと一人で失礼な話だけど落としてたりね、はい、それはあるだけどもああ落語できたんだってああ本業ができるんだって喜びのが大きいからあ<ー>お客さんグッと引っ張ってきてポーンと殴った時の面白さ本当、うん、に殴ってるんじゃないよ。はいうん 笑いでですよね早く順調にそしてお元気に戻られてもみんな安心そして喜んでると思うんですけれども実はその後にですね、もう一山来るんですよねそうなんだか知らないけど2年続けて大病してでこのこの中でしょそのお話はあっという間に15分来てしまいましたので来週伺いたいと思います来週もよろしくお願いします三遊手円楽さんでした お送りしてきましたチェンジの時ガンサバイバーストーリー番組では皆さんからのご意見や感想をお待ちしておりますメールアドレスはチェンジ CHANGE アットマーク a、e, b c 一1八ドットコムです抽選で番組オリジナルクオカードやガンサバイバーを支える一冊ドクター書き添え公文万有記をプレゼントいたします また今日のトークの様子は LINE LIVE 公式アカウントそして ABC 公式 YouTube で動画配信もしています番組ホームページでは過去のアーカイブもご覧いただけますこちらもぜひチェックしてみてくださいチェンジの時ガンサバイバーストーリー来週も落岡の三遊亭円楽さんをゲストにお迎えしてお送りしますお相手は八木サでしたこの番組は小野薬品工業と 日本対岸協会の提供でお送りいたしました。